ちょっとまた違うご質問させていただけたらと思うんですけども、はい。ちょっと異物の話に戻って、今回その現場短編4つということで、いろんな各現場あったと思うんですけども、何かその役者さん関係で印象に残ってるエピソードというか、驚かされたような、そんなエピソードってありましたかね？そうですね。まあなんかそれぞれ結構個性的なキャストなんであれなんですけど、そうですね。まあまずその主演の小出さんはほぼセリフがないんですよ。なるほど、なるほど。そうなんですよ。で、まあその、もちろんキャスティングした時点で、セリフがなくても表現できる方だと思ってはいたんですけど、それを本当に、想像してた以上にすごく体現してくれたっていうところも、まず一つの驚きですし、あとは結構田中俊介君に関しては体当たりのシーンが、まあ小出さんにしても、そうなんですけど、あって、で、まあそういうのってなんか照れが出た瞬間に負けてしまうというか、いうような部分があると思うんですけど、そこも突き抜けてやってくれたことはすごい良かったなと思っていて、で、あとはそうですね、役者で、まあ本当、各々いろいろあるんですけど、ダンカンさんはある種面白、まあいいなってすごい思わされたのは、まあこれがいいかどうかわかんないですよ。これはいいかどうかわかんないですけど、その普通は、まあ段取りっていうのをまず最初にやるんですね。お芝居の、こういうふうにやりますっていうのをやって、で、それを見た上でカメラアングルとかを決めて、テストっていうのをやるんですよ。カメラをちゃんと設置して、照明とかもある程度焚いた状態で、実際どう映るかっていうのをチェックするテストっていうのがあって、で、基本段取りは自由にやってよくて、でもテストからは割と固めるんですよね。そこの動きを想定したところにカメラポジションを置いてるんで、もちろんなんですけそうど。ですよね。はい。だから段取りで割とみんな遊んで、テストからは固めていくっていうのが、まあセオリーなんですけど。ダンカンさんはテストで変えてくるんですよ。で、なおかつ本番でまた変えてくるっていう。そうなんですね。でもね、これがすごい面白かったなとは思ってて、結局、まあ、撮ってる側のスタッフの手腕も問われますし、なおかつ、共演してる俳優さん、まあ、今回言うと宮崎駿斗君と高梨瑞生さんなんですけど、の手腕もすごく問われる。そうか。で、まあ、新鮮なリアクションなんですよね。それはみんな初めて見てるから、そりゃそうなんですけど。そうですよね、きっと。だから、こういうパターンももちろんその現場によっては絶対無理だし、例えば CG とか絡んでたらなかなか、まあ、今回ダンカさんが出てるパートは増殖っていうパートなんですけども、CG はあるはあるんですけど、でもまあ全然そこは遊べる部分だったんで、なんかそれをやってるダンカンさんはめちゃくちゃ面白かったなと思うし、それが周りに与える影響っていうのもすごい面白いなと思いましたね。なるほどですね。なんかそういう遊び心を持たれてやられてるっていうのはなんかいいですね。素敵ですよね。そうですね。で、あと、まあ、全体としては割とオフビートな芝居が、まあ、吉村海人君、田中誠さん、宮崎駿斗君に関しては多くて、結構その間をもっと取ってとか、こういう感じでって、まあ、それは他の監督の名前も挙げつつ言ってたんですけど、そこも、まあ、意外と難しいと思うんですけど、すごくうまくこなしてくれたなっていうのはすごい印象に残ってます。そういうちょっと言葉にしづらいようなニュアンスも汲み取ってくれた方が多かったってことですよね。そうですね。あとはなんか本当は実在しないものをこう恐怖感持って演じてくれたりとか、そういうのってこうできるようでできないことだと思うんですけど、皆さんそれが表現されててと思うとすごいですよね。そうですね。まあなんか今回はもちろん CG もありつつ、ほとんど造形はちゃんとあったんで、なんで全そうですくね。何もないってことはまあそんなになかったんですけど、本当にアナログにあえてやろうと思ってて、異物っていうものに触手があるんですけど、触手をこう動かすのも、みんなが手動で動かしてるんですよ、スタッフが。テグスで引っ張って、それを後々 CG で消してるっていう作業をしてて、だからめちゃくちゃバカバカしいんですよ、現場は。みんながかつスタッフが必死で汗かきながらテグスで触手を動かしてるっていう。でもそこで、あえて笑わず、まあ、異物っていうその第一編に関しては割とシリアスなシーンが多くて、第二編からは結構コメディに振り切ってるんですけど、ただコメディに振り切ってるからって、登場人物が笑っちゃうと急に冷めちゃうんで、そこも真面目にやらなきゃいけないっていうところも含めて、すごいちゃんとみんな真剣に役として向き合ってくれてよかったな。
ちょっとその辺ちょっとあの注目して見てみたいと思います。ありがとうございます。ちょっとまたあの別の質問させていただけたらと思うんですけども、はい、今回あの小出さんが、ワークショップ経由で参加されたということで、まあ、小出さん今フリーランスということで、はい、結構役者さんからしたらフリーランスだとなかなか映画とか出る機会とかも所属の人に比べたらチャンス少ないんじゃないかとか、ましてや主演演じられる機会ってフリーランスだとこうないんじゃないかって思ってるあの役者さんも多いと思うんですけども、そのフリーランスの役者さんのこう、まあ、戦い方って言ったらあれですけど、フリーランスの役者さんに向けてこういうふうに戦っていったらいいんじゃないかみたいな、そういうご意見というかアドバイスがあったらお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、なんかそのフリーだから良くないっていうことは僕は絶対ないと思ってて、そこは芝居と全く関係ないロジックだなと思ってるのがまず大前提で、ただその一方で、まあ、戦い方っていうのは確かに考えなきゃいけないと思うんですよね。でそのうち、まあ、大きく分けて2つあるなと思ってて、まあ、まず1個は、やっぱ自分で全部やんなきゃいけないじゃないですか。でその中で、まあ、写真プロフィールをちゃんと作った方がいいっていうのが、まあ、大まかに言うと1つなんですけど、皆さん写真はこだわるんですよ。だけど写真もこだわるけど、スタジオで撮った写真で衣装もワンパターンでとかだとイメージがあんまり湧かなかったりするんで、僕なんかで言えば自然光の中の写真も欲しいし、違う衣装のパターンとかも欲しいなと思ったりはします。で写真はとはいえ結構こだわってる方が多いんですけど、そのプロフィールを見た時の、まあ、これは印象論でしかないんですけど、はい、フォントとかそういうところまでちゃんと作り込んでるプロフィールってなんかちゃんと見ちゃうんです。なるほどですね。そうだから例えばカメラマンには多分謝礼払ったりしてとちゃんと撮ったりしてると思うんですけど、じゃあ、フォトショとかちゃんと使う、フォトショなのかな、いられか、いられイラストレーターとか使われてちゃんとフォントとかも綺麗で見やすいプロフィールになってるかっつうと、そうじゃない方が圧倒的にあのフリーの方は多くて、これは写真に気を使えるなら実は気を使えることではあるはずなのに、どうしてもそこには注力割いてなくて、でもちろんそれで落とすってことはないんですけど、ただ何だろうって目を引くかどうかって、やっぱちゃんとしてるかどうかって結構重要なんですよ。特に枚数が多くなればなる。なので、まあ、いただいたプロフィールに関しては全部ちゃんと見るんですけど、例えば、転がるビー玉の時とか、ものすごい枚数が来てて、でまあ、ありがたいことなんですけど、そうなった時に、やっぱそれだけ整えてる方が、目は引きやすいよっていうところ。で、これって変わるのは、もしかしたら 0. 何パーセントかの印象でしかないのかもしれないけど、もうその 0. 何パーセントかの戦いをしてたりするじゃないですか。確かに。ですね、そう、それに関してはもう誰でもできることというか、自分でやらなくても例えば誰かに頼む、できる方に頼むでもいいし、まあ、あと周りの人に意見聞いてみるでもいいし、なんかそれは誰でもできることなんで絶対やった方がいいなと思います。なるほどですね。あともう一つは、まあ、さっき言った話にちょっと近いんですけど、まあ、とにかく作品を見た方がいいなと思うんですよね。でそれはまあもう洋画もだし邦画も両方なんですけど、なんかオーディション来ないですって例えば事務所入ってるんですけどオーディションが全然来なくてっていう話よく聞くんですけど、うん、でも確かにまあオーディション来ないとかは事務所のねいろんなことはあるのかもしれないけど、ただもし仮に自分で動いていい事務所なんだとしたら、自分で全然こうそういうつながりだったりオーディションの情報って引っ張ってこれると思ってて、うん、でもじゃあどういうところにオーディションの情報があるかって、多分いっぱい劇場に足運んで、例えば邦画で言えばですけど、いろんな人と知り合いになってたらおのずと来る情報だと思ってもいるんですよね、うん、だからその努力をした上でオーディションがないって言ってるのか、それともその努力をしない状態で言ってるのか、うん、もしくは全然別にそういうことはしたくないっていう人がいてもいいと思うんですけど、もし単純にオーディションが欲しいとか、なんかいろんな情報が欲しいって言ってるんだったら、まあ、その分本数を絶対見るために劇場に足を運んだ方がいいと個人的には思います。うーん、
で、この2つはもう技術とかじゃなくてやればできることなんで。そうですね、確かに。まあ、そこは、うんうんうん、まあやりきった方がいいかなと思います。ちゃんと自分なりのそのこだわりというか思って、あとはやっぱり行動力が大事ですよね。そうですね。ちょっとあのプロフィールのところでちょっともう少しだけあのお聞きしたいんですけど、はい、そのプロフィールで、まあ、項目的に重視して見てるところとかってあったりしますかね、その書類選考で。そうですね、その項目でっていうのは、例えば、まあ、すごい分かりやすく言うと、まあ、ギターを弾ける役を募集してたらギター弾けたら大きいとか、そういうことはもちろん、そうあるんですけど、それ以外は特にここは絶対見るみたいなことはないんですけど、ただやっぱりなんかこう印象に残るかどうかっていうのはすごい重要だと思ってて、そういう意味でまあはい、経歴で印象に残るのはもちろんベストなんですけど、それはもうどうしようもないことでもあるじゃないですか。確かにそうですね。だからその中で、まあ、趣味とか特技とかでなんか印象に残ってると、まあ、書類っていうわけではないかもしれないですけど、オーディションで芝居見てるときに、まあ、一往復できるというか、これどういうことなのとか。あ、確かに確かに、うん、引っかかりがあると、うん、そうなんですよね。だからなんかそういうところは、まあ、工夫のし、別にそこにこだわるとは思わないんですけど、はい、なんか取っかかりにはなるかなとは思います。なるほどですね。あとなんかその最近は落ち着いてきましたけど、結構少し前まではそのコロナとかでその、はい、まあ、映画制作者の方々もあのご苦労はあったと思うんですけども、そういった時って実技オーディションとかもなかなかあの開催しづらかったりとかすると思うんですけども、そういった時はやっぱりなんかデモリールみたいな映像資料で判断みたいなことも上原さんに限らずその周りの監督さんとかされてたとか聞いたりしましたか？そうですね、まあ、僕に関してはその時期に、まあ、その時期にっていうのがいつまでか分かんないですけど、まあ、過去にやってたワークショップの方々とかとご一緒することが多かったんで、新たにオーディションっていうのが2021年の7月が多分最初だったのかな。なんでまあそれは対面でやったんですけど、ただ周りの方とかはそうですね、ズームでオーディションしたり、あとはリールでとかいう方も多かったですね。なるほどですね。そう考えるとそのリールを用意しておくってことも今の時代では役者さんにとっては大事だったりするんですかね、やっぱり。そうですね、まあ、だから過去作とかの抜粋のリール、まあ、例えば特にまあフリーランスの方だと自分でやらなきゃいけないとは思うんですけど、は絶対にあった方がいいと思います、ね、だから特にそのなんていうんですかね、オーディションとかで芝居見てる場合はその芝居で判断できるからもちろん何の問題もないんですけど、例えば何かの飲みの席でとか、何かどっかで会った時、上映見に来てくれた時とかにだと、まあ、こっちは判断のしようがないじゃないですか。もちろん会ってるから、うん、あの顔とかはなんとなくの雰囲気はもちろんわかるんですけど、それ以外の芝居の印象っていうのがない状態になってしまうんで、まあ、そういう意味ではそれを渡された方が、まあ、僕は絶対見るようにはしてるんで、うんうんね、分かりやすくて単純にいいかなと。そうですよね。じゃやっぱりそのなんかそういう出会いの場でプロフィールを渡すにしても、なんか映像資料に飛べるような QR コードを載せとくとか、うん、そういった工夫は必要かもしれないですよね。そうですね、うん、はい、というわけで、いろいろお聞きさせていただいたんですけども、非常に僕も勉強になりました。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと最後異物に関して冒頭でもしていただいたんですけども、再度告知事項というかございましたら、再度改めてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。まあもちろんね、こんなご時世なんでなかなかいろいろ劇場に来てくださいって言いにくいってみんな言ってるんですけど、僕はどうしても劇場で見てほしいと思っていて、うん、でそれは、まあ、まず一個は劇場の方々もめちゃくちゃ感染症対策してくださっていると。まあ、消毒だったり換気だったり、僕らが思ってる以上に本当にちゃんとしてくださっていて、それは絶対に映画だったり映画時に迷惑をかけないように本当に全力でやってくださってます。なのでまあ安心してもらいたいっていうところが一つと、あとはまあ僕もキャストもスタッフも映画を作るっていうことで集まって、今回作品を作ってます。まあ映画っていうのはやっぱりその
知らない人たちと、まあ、2時間、まあ、異物に関しては1時間なんですけど、暗闇で拘束されて、で、まあ、家で見る方が楽なんですけど、あえてその行きにくい場所に行って、で、劇場ならではの音響環境とスクリーンで映画、暗闇の中で知らない人たちと、作品を見るっていうのが映画の体験だと思ってます。で、今回で言うと、音で言うと、モノラルっていう、まあ、スピーカーが1つからしか音が出ないところから、急に 5.1 っていう6個のスピーカーから音が出るようになってたりとか、映画館だからこそ体験できるような、作品の作りにしてます。で、それをぜひ体験してもらいたいですし、あとは、それを体験してもらいたいからこそ、DVD とか配信にするのをやめようかなって考えたりもしてるんですよね。なので、もしかしたらこの作品に出会えるのは劇場しかないかもしれない。で、終わった後に、まあ、可能であれば僕も皆さんの感想を聞きたいですし、少なくとも、渋谷ユーロスペースに関して言えば、僕、ほぼ毎日劇場行くつもりなんで、まあ、終わった後、感想とかも、まあ、それこそつまんなかったらつまんなかったでもいいんですけど、お聞きできたらなと思いますし、ぜひ映画館で、お会いできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、これ見てくださってる役者の皆さんもですね、ぜひ、はい、映画館に足を運んでいただいて、そして上映後は、まあ、勇気いるかもしれないんですけど、宇賀監督にぜひ感想を伝えてあげてもらえたらなと思います。あと実は僕毎月1回ワークショップの主催をしてまして、はい、もしよろしければあ2022年どこかのタイミングでお声掛けさせていただけたらと思いますので、ぜひもしスケジュール合えばぜひよろしくお願いします。もちろんでございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回のゲストはですね、宇賀健一監督でした。今回は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼します。